え皆さんおはようございます。え国会が終わりまして今あ与党としてえ政府とともに来年度の予算またあ税制改正えまた防衛関係の三文書の確定えさらに DX の内容の確定と大詰めの協議を重ねているところであります。えこの章にあたる皆さん大変でしょうけれども。 国民の声に耳を澄ましながらそして、えー、きちんと予見可能性をしっかり示せるように、えー、議論を尽くして、えー、合意を作り出していただきたいと思います、えー、この自公連立政権はいろいろな意見が出ますけれども最終的には議論を尽くして合意を作るとこの賢明な 知恵と経験がさまざまな難局を乗り越えてまいりました同時にその国民への説明責任を尽くすとこの姿勢も保っていかなければなりませんそうした局面でのいよいよ大事なこの今後一週間となりますのでまあ10日間ぐらいとなりますのでぜひ全力を振り絞って 国民のために力を尽くしてまいりたいと思いますそれが明年の通常国会あるいは統一地方選挙に対する不責となることを心得てしっかり対応していきたいと思いますまた今日は党で議論してまいりました政治倫理規範についてまとまりましたので中央幹事会に諮って 党内に徹底をしていきたいと政治の信頼等に対する有権者の信頼を確保するためにしっかり実行に移していきたいと思います様々な指摘がなされますけれどもしっかり襟を正して取り組んでいきたいとその点を確認したいと思いますが皆さんいかがでしょうかしっかり頑張りましょう以上です